こんにちは。どうぞこちらおかけください。コントローラーさん、お久しぶりですね。今回はどうされましたか？その原因がわからなくて、どこがどう痛むのか、もう何が痛いのか、本当に痛いのかさえわからなくなっていると。その原因を探ってほしいということですね。なるほど。反応が鈍い時もあると。診をさせていただきますね。今からいろんなボタンを押していきますので、どんなくらい痛いか、どんな痛さなのか教えてください。痛いかもしれませんが、そうですね、お体もところどころちょっとね、何かこう繊維状のしまっている感じがありますね。まあしっかり見ていきましょうか。はい、ではまずこちらの丸ボタンから確認していきますね。痛みが走ったら教えてください。どうですか？早めに連打してみますね。どうですか？あ、結構痛みが出るようになった。なるほどなるほど。ツンツンという痛みが強まった感じですか？わかりました。じゃあ次は三角ボタン行ってみますね。最初はゆっくりと押してみますね。失礼します。あ、三角は痛くない。大丈夫そうですか？じゃあ三角もちょっと早めに連打してみますね。少し早く連打してみますね。あ、なんともなさそうですか？じゃあ三角ボタンは異常がなさそうですね。では続きまして、四角ボタン行ってみますね。あ、四角は触っただけでちょっと痛い。じゃあちょっと優しく押してみますね。チクチク痛いんですか？じゃあちょっとこの丸
痛むという感じですね。下は大丈夫。これも大丈夫ですか？じゃあちょっと回してみますね。大丈夫。回す動作は大丈夫なんですね。じゃあちょっと押し込んでみますね。失礼します。オプションも体験。
ますよ。大丈夫そうですか？じゃあ R1 がすごく痛いというわけですね。そうですね、結構痛む箇所があるとこないとこあったり、強さがね変わってたりするので、全体の神経にちょっと何かしらの異常があるのかもしれないですね。それぞれのボタンの関節がちょっと傷んでたりとかもあるでしょうし、あとでもこちらねちょっと発酵しちゃってるのがすごく気になるので、とりあえずレントゲンなどを撮ってみましょうか。その前にねお熱測って、その後レントゲンのご案内させていただきますね。すいませんね、痛いのにいろいろしちゃって。はい、ではではまた後ほどお呼びいたしますので。